皆さんこんにちは。新年明けましておめでとうございます。今年もいろいろな動画をアップしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。新年一発目の動画を何にしようかなと思っていまして、今年もカルディの福袋を購入してきたので、 YouTube でよく見る開封動画を撮っていこうと思います。で、皆さん福袋って買いますか？私は洋服の福袋とかは買わないんですが、食品の福袋はついつい見てしまいます。いつもね、同じような食品を手に取りがちなので、こういう福袋を買ってみて、あ、こんな商品もあるんだなっていう発見が、楽しくて、そして面白くて、ついついね見てしまいます。で、昨年もですね、実はカルディの福袋を購入していまして、今年もですね、カルディの福袋を購入することができたので、動画を撮っていきます。で、実はですね、さっき買ってきたばかりなので、まだ開けてません。なので、開けながらですね、どんどん、撮っていこうと思います。で、こちらは特に抽選とかはなく、買える福袋なんですが、お豆の福袋ですね。こちらはニューイヤーブレンドとブルーマウンテンブレンド、ブラジルダークローストカルモデミナスチクのお豆、3点セットですね。こちらはお豆のままで、買ってきました。こういう可愛いトートバッグの中に入っています。こちらはですね、2023年の食品福袋、税込み4500円の福袋です。カルディはお豆と特定のものしか普段買わないので、こういう食品の福袋で新しい食品と出会うのがとっても楽しみです。では早速見ていきますね。で、たくさん入っているので、テンポよくどん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 紹介していきます。では早速見ていきます。お、まずはこちらですね。豆乳ビスケットお正月パックですね。塩キャラメルクリーム、ピスタチオクリーム、いちごクリームの3種類が入っています。確かこれ去年も、あったと思います。どん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 いきますね。続いてウォーカーフレーバーソート 170g、 こちらはソルテッドキャラメル、レモン、ストロベリー味の3種類のショートブレッドが入っているそうです。これもですね、コーヒーのお供になりそうですね。美味しそう。で、そしてカルディといったらですね、このマイルドカルディの、ドリップコーヒーが入ってます。何袋だろう、10袋入っています。普段は豆から引いているコーヒーを飲んでいるんですが、こういうドリップコーヒーもあるとささっと飲めて便利ですよね。そして次は、お、なんだろう、ん、美味しそう。モヘジの出汁が効いた5種類のお味噌汁。美味しそう。で、こういうのって本当即席でできるので、あると便利ですよね。映ってるかな。続いて何だろう、お、ちょっと重たいものですね。モンスーロのスパゲットーニ 2.1 ミリのものですね。このパスタはね、こういうものは常にあると便利ですね。続いてこちら、お、こちらは使っているものですね。ディチェコのエクストラバージンオイルです。そして重たいものもこちらです。こちらも有名ですよね。モヘジのサラダの旨タレです。続いてナチュロリーのこの純粋蜂蜜入ってました。続いてこちらはジャンナッツのアールグレー2023の紅茶ですね。カンカンも可愛いですね。こんな感じになってます。あ、反射して見えないですね。可愛い、可愛いカンカンに入ってます。続いてモヘジの福茶ですね。ウサギが描かれています。あとはモヘジのエトモトートバッグ、ウサギ年なのでウサギ柄がになっているそうです。せっかくなので開けてみますね。うん、かわいい。こんな柄ですね。こんな柄です。ウサギがところどころにいますね。こんなトートバッグがついてます。そしてこちらも、
干支のチョコレートですね。うさぎ年なので、こちらもですね、うさぎさんが描かれてます。そしてぜんざいですね。あ、ぜんざいって全然久しく食べてないな。お餅を焼いて、一緒に食べようかなと思います。美味しそう、うん、はい。続いては、お、なんかナッツ類が2つありますね。柿の種と3種のナッツと、こちらはいぶしの3種のナッツ燻製ベーコンムニだそうです。美味しそう。なんかお酒のおつまみにもなりそうですね。これが2つ入ってます。まだありますよ。なんだろう、数の子マヨソース。初めて見ました。数の子のプチプチコリコリ食感が楽しめるだし風味のマヨソース。美味しそう。スライスしたバケットに塗って焼いたり、温野菜と和えたりと、いろいろな数の子アレンジ料理をお楽しみいただけますとのこと。美味しそう。そして、あ、これも美味しそう。ホタテのアヒージョ入ってます。そしてこちらも、あ、これも干支関係ですかね。あ、違うかな。モヘジ和の5つの形べっこ飴入ってます。べっこ飴、小さい頃よく食べてました。ちゃんとジップロックになってるのでいいですね。ちょこちょこ食べられそうです。あと2つですね。こちらも、あ、ウォーカー、あれ、あ、先ほどのこのフレーバーソートと同じブランドのものですね。こちらはウォーカーのフローパックフィンガー 120g、 個包装になってるみたいですね。6本入ってるそうです。これもおやつの、おやつのお供、うん、コーヒーのお供になりそうです。最後ですね、こちらです。ドライマンゴーホワイトチョコレート風味が入ってました。これ初めて見ます。美味しそう。以上ですね。最初にね、お見せしていなかったんですが、今年のトートバッグはこんな柄ですね。シンプルでマチもあるので使いやすそうですね。はい、以上です。ざっと数えました。20点入ってます。20点で税込み4500円、どうでしょう。私はもう初めて出会う商品もありましたし、普段使っているものとかもねあったりしたので、いい福袋だったかなと思います。福袋は普段買わないような商品と出会えたり、新しい発見もできるので、食品の福袋はとっても楽しいです。以上でカルリーの福袋のご紹介でした。今年もですね、どんどん動画をアップしていきます。改めて今年もどうぞよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバーイ。